えるかな、あれのあれですよねなんか、なんかの会社のね、変な、お話です。でこれですね、実際はこういうふうになってるわけじゃないんですね。片っぽだけになってて、本当は、こんな、要するに後ろはこうなってるわけですね。ですがこれを使っているために、せっかくだからね、そしたら対象にしてあげるとこうなるっていうだけの話です。それとここですけど、実際そのあのお話の中に出てくるやつは、ここは水色なんですね。でまああんまり持ってる人いないんで、こういうふうにね、やってあげると黒だけで書けるというだけの話です。では、行ってみたいと思います。白はまあ切れ端があればね、あの普通のがあってもいいですよ。それで、260の、これは黄緑ですね、が1本あればいいです。それではですね、まずはこう真ん中のとこから行ってみましょうかね。準備をしておく、もちろん最後にやっても結構ですよ。意外とですね、こんなに長くはいらないんですね。これで半分にするとですね、結構大きいんですよ、ほらね。だからこんなもんでいい。でこっちが小さいですね。なのでよし、こっちがどうしてもですね、こうなってしまうので、それでこれをこう、もう一回やり直しましょう。これですね、結んでからこういうやり方が苦手な方はここを結んじゃってくださいね。こういう感じなんですけど、それでこういうふうにこうやれば結び目が単純に少なくて済むと。結び目はですね、どうしてもゴテゴテしてしまいますので、なるべくまあ結び目は少ない方がいいということですね。でこう切って短くしておきます。ね、あ、長さですか、すいませんね。これで 5.5 センチですね。こんな感じですね。こんなもんかということです。さてそれではこの本体に行きたいと思うんですが、これどういう風になってるかってですね、まあ一筆書きでいかなきゃいけないわけですけども、こういってですね、で、まあこれ最後の方がいいですね。こういってで戻ってってやると大変なんで、ここに1個ピンチツイストを作っておくんですね。それでこう回って、で下に入って、それでこういうふうに戻るんですね。そうするとここに行かなきゃいけないんだけど、ここに戻ってくるしかないんで、あとは中を通してここに行くということですね。はい、行きたいと思います。そんなに大きいもんじゃないんで、そんなに空気はいらないですね、これぐらい。はい、じゃあ長さ、
るかな。こんなもんですね。はい、よろしいですかね。ではまずお手手の部分、これぐらい、はい、どうですかね。4センチぐらいですね。それでピンチツイスト、まあこれ3センチぐらいでピンチツイストを作ります。それでこれよりちょっと長めですからね。こんなもんですかね。8センチぐらい。そうですね。ちょうどまあ8センチぐらいですね。それでこれと同じピンチツイストをこっちに作って、おいで戻ります。同じですね。こうか。それで、足の部分に行きます。こんなもんですかね。これで、はい、6センチ。はい。それで同じで。それで、ですね、この状態にして、まあ、こうやると、こうなるわけですね。で、注意しなきゃいけないのは、こういうやり方をすると、ちょっとこれが長めになるんですね。そしたらスカスカになる可能性があるんで、そういう場合には、きつめにしてくださいね。で、それでなくてもできる方は、ここで大体のを取っていただいて、それでここにはめてしまいます。こうで、そうするとこれ伸びますからね。こっちもよっということで、私はこの方がいいと思います。それでですね、これをこっちに持っていかないといけないですね。で、空気を抜きながら、こういうふうに空気を抜きながら、どうしようかね。こういうふうにして、ここに持っていく。その場合に、あまり、突っ張ると、これが縮んでしまいますんで、まあそこは適当に。ここをぷっくらさせたいんであれば縮むようにしてください。それでこれと同じですね。4センチぐらいでしたね。こういうので残りは切って、で結んでおきます。こうですね。で、これをはめます。ということで完成。はい。ですね、完成はこれです。お絵描きはしてください。はい。お化けの会社の、完成です。おしゃれ国会でした。またお会いしましょう。